はい。だんだん長くなってきたね。でもみんなが読めるようになってきたので、先生は I'm very, very happy. では行きます。Number one. せーの。One day, Fritz said to Meg, Look at Black Mountain. It is not black. It is white. Meg said, Yes, I think it snowed over the mountain last night. I think をつけると、私はこう思うわ、僕が思うに。だから事実じゃないことも言えるよね。自分はこう思うんだけど。で、真っ白になったブラックマウンテンを見て。I think きっとこうだと思うよ。It snowed. 雪が降ったんでしょう、昨日の夜。でね、on と over を区別してください。on は、例えば on the head。って言ったら、頭の上にぺったりと手を置くのがオンだったよね。over my head だったら、ぴったり頭にはくっつかないのね。その上を。例えば、my cat jumped over my head って言ったら、私の猫ちゃんが頭の上をジャンプして飛んでいったのよっていうこと。くっついてないけど、その上空をっていうこと。だから、over the mountain。山の上で昨日雪が降ったんでしょって、昨夜雪が降ったんだろうと思うよ。次行くよ、せーの。Let's go skiing. If we leave now, we can come back by dinner. はい、これ覚えるとこね。もし、はい、leave、 この前ちゃんと意味が分かってたよね、テストで。出発する。今出発すれば、僕たち夜ご飯までには帰ってこられるよ。これ私たちですね。メグちゃんのセリフでした。by 何々の横でそばでっていうのは覚えてますね。あとは時間があってね、何々までには、今回は夕ご飯の時間までには、だから come back by five って言ったら、そう、5時までには帰ってきなさいね。はい、次、せーの。Fred decided to take his new snowboard. これも覚えるんだね。decide to で何することに決める。例えば、I decided to go shopping. ショッピング、お買い物に行くことに決めました。みんなは you decided to study English。学校ではまだやってなくても英語を勉強することに決めたんだよね、ちっちゃい時に。今回フレッド君は何をすることに決めたの？そう、新しいスノーボードをテイクは、持っていくことに決めました。はい、次、せーの。When they got to the top of the mountain, the snow was shining under the warm sun. get to 4級でやったね。そう、何々に到着する。まあ、みんなで言ったらそうね、ちょっと茅ヶ崎駅ぐらいのそばにあるお山なんだよ。高さだってそんな富士山みたいには高くないからね。お山のてっぺんに着いたとき、雪が、はい、シャイニングは、キラキラ輝いていましたよ。Under the warm sun。綺麗だけどね、あったかい太陽のもとキラキラ輝いていた。実はこういうのは雪崩の危険があるんだよね、突然温度が上がって。はい、次、せーの。Fred and Meg enjoyed skiing and snowboarding for a few hours. Hour 読めるかな？そう、1時間、2時間の時間。a few がつくから。そう、2、3時間。念のため、for って何だと思う？そう、何々の間っていう意味なんだよ。for a week だったら。そう、1週間の間。これは2、3時間の間、スノーボーディングとか楽しんだんだよね。はい、次、せーの。After eating soup and chocolate for lunch, Meg said, I think we should go now. いいな。お昼ご飯がスープとチョコレートなんだって。ちっちゃいガスヒーターを持ってってね、スープを温められるようにしたんでしょ、きっと雪の中だから。で、食べた後、メグちゃんが、I think we should go now. 私、こう思うのよ。なんて思ったの？そうよ、should の意味覚えてた？するべき。私たちもう行くべきだと思うわ。次も、メグちゃんのセリフだね、せーの。There are dark clouds over there.
Fred said, Don't worry, Meg. They are far away. Over there は、そうだ、ちょうどミュウちゃんたち4級でやったね。あそこに。ちょっと遠いところを指してね、あそこに黒い雲が見えてるもの。お山の天気は突然変わるからね、危ないよね。フレット君は遊びたくてしょうがない。心配するなよ、まだ遠くだよとか言ってる。And から行くよ、せーの。And it takes only an hour to go back to the town. 今回これ大事です。It takes もうこれで時間がかかるよって覚えちゃってください。It takes an hour だったら1時間かかる。まあ、only がついてるね、ここは。そう、だけだったよね。1時間しかかからないよ。1時間だけしかかかりません。何するためには to go back to the town。街に帰るのには1時間しかかからないから。しかも次せーの。Going down the slope is easy. Easy 覚えてる？うん、簡単な。で、スロープ坂だから坂を降りていくのは簡単だよ。まあ、歩くわけじゃないからね。スキーやスノーボードでシューッと降りるから。そうだったのかな、本当に。せーの。Could they go back home in an hour?No, there was an avalanche and the path was blocked. ここは難しいからいいです。先生が言っちゃいます。Avalanche というのは、雪崩があったの。でね、path、道は was blocked、ブロックされてしまった。塞がれてしまいました。でもね、二人が雪に巻き込まれたり埋もれたりしなくてよかったよね。だけど、they could not go down.もう降りていくことはできませんでした。はい、number two。下線部ね。What shall we do? 先週やったのが What shall I do? だった。なんだっけあれ。僕はどうしたらいいの？だったよね。これ we だから。私たちどうしたらいいの？で、次のセリフはわからない単語があるな。We are going to be frozen in the snow. Are going to はわかるね。なに？そうだよね。未来系これからこうなるんだろう。はい。フローズンヨーグルトってどんなヨーグルトだ？そう。凍らせたヨーグルト。シャリシャリと。美味しいね。でもこれはヨーグルトじゃないんです。私たち雪の中で凍っちゃうわ。このまんまじゃ。もうパニック。メグちゃん。で、フレッド君のセリフ覚えるやつ。せーの。We are going to be alright。いつも楽観的だね、彼は。僕たち大丈夫だよ。もう一回せーの。We are going to be alright. 次の下線部はね、learn. 知ってるようで知らない。習うとか学ぶ。まあ、study よりはお稽古でお習字を習うとかいうのも learn だよね。サーフィンの仕方を習うのも learn。study とはちょっとなかなか言えないよね。ああ、その一個前の単語あるな。難しいの。hot。覚えなくていいけど、これ小屋。snow hut って言ったら、イグルーみたいな雪でできた、小屋です。あとは日本の鎌倉みたいなね、雪の山があって、そこをちょっと掘って中に入れるようにした小屋ね。あと、次。with his snowboard。この with は一緒っていう意味じゃありません。そう、何々を使って、だから、スノーボードで雪を掘ったんでしょう。何してるんだろうね。はい。次の下線部、turn on。なんだっけ？そう、つける。じゃあ、消すわ。turn off. Good. あとはね、warmer と stronger に線が引いてあります。r がつくと、そう、もっとだよね。もっと暖かい。もっと強い。何が暖かくて何が強いんだろうね。読んどいてね、ちゃんと。ではテストします。Number one。私は思うわっていうのをつけてね。昨日の夜、山の上で雪が降ったんだと思うよ。Well done. いきなりできた。せーの。I think it snowed over the mountain last night.
はい、次。もし僕たちが、私たちが今すぐ出発したら、ここまで。Good. If we leave now. 発音が最近悪いんだよね。また、ごめんなさいね。でも本当なんだもん。If. 下唇をちょっと噛むんだよ。If. それから leave の le は、下を上の歯の裏側につけるんだよ。le. で、ve でまた下唇をちょっと噛みます。If we leave now. はい、後半。私たちは夜ご飯までに帰ってくることができる。Excellent. We can come back by dinner. コロナも怖いけど、英語の発音一回間違えて覚えちゃうと大人になってから直せないからこっちも怖いでしょ？上手に発音するんですよ。もう一回全部せーの。If we leave now, we can come back by dinner. はい、次も覚えるとこだったね。フレッド君は、彼の新しいスノーボードを持っていくことに決めました。So you decide to できたかな？過去だから decided to だけどね。せーの。Fred decided to take his new snowboard. はい、何々に到着する。get to 現在形で覚えるんだよ。じゃあ2、3時間の間。Good for a few hours. じゃあ、2、3ヶ月の間だったら ready go. For a few months. 2、3年の間 ready go. For a few years. はい、次も私は思いますをつけてね。私たちも行くべきだと思うわ。Right. I think we should go now. 次が大事だよ。時間のかかり方。1時間しかかからない。ここまで言ってごらん。Okay. It takes only an hour. なんですがつくかわかるかな？そうだよね。I でもなくて You でもなくて他の誰か一人とか一つだからだよね。It がね。じゃあ何するためには1時間しかかからないの？街に帰るまで、行くまで。So, to go back to the town. 全部合わせて ready go. It takes only an hour to go back to the town. はい、number two. 私たちどうしたらいいの？ What shall we do? じゃあね、will じゃない方の未来を使って、僕たちは大丈夫だよ。Yes, we are going to be alright. 中学生はね、これ B 動詞の原型だから B ってわかるけど、小学生はもうこのまんま覚えちゃってください。We are going to be alright. それから、学ぶとか習う。learn. 彼のスノーボードを使って。With his snowboard. じゃあ私のコンピューターを使ってだったら、Yes, with my computer. はい、つける。turn on. 原型で覚えるんだよ。do とかつけないでね。形は現在形ですよ。はい、もっと暖かい。warmer. もっと強い。はい、stronger. Good job, everybody. では2週目。ちょっと簡単にしておいた英検が終わったからね。ほっと息をついて。では、一緒に読みます。せーの。Grandma Ann and Farmer Bob went to the police station and asked, Please help the children. 何？ Police station. そう、警察署。前みんなに地図を書いてもらったとこに出てきたよね。Grandma Ann と Farmer Bob はもう心配で心配でね、突然の吹雪でしょ。Police station に行って asked. お願いしたの？何てお願いしたの？そう、どうか子供たちを助けてください。ところが。ところがじゃない。まだセリフでした。次も読みよ、せーの。They cannot spend the night in the mountain in this snowstorm. スノーにストームがついてるからそのまんま雪嵐だよね。こんな雪嵐だったら子供たちは、はい、spend は。そう、過ごすとかお金を使う、費やすって意味でした。今回は the night、夜を過ごすことはできません。山の中で。まあ死んでしまうよね、普通だったらね。spend の過去形はちなみに。
はい、スペン、トゥ、トゥになるよね。で、最後のセリフ、せーの。Will you send the rescue team? もう一回、send が出てきた。あ、send じゃない。これ、spend じゃない。send。send はどういう意味？自分が間違えてる。そう、送る。間違えないでねって言おうとしたのに。send は送る。で、過去形は？そう、これも send。to になればいいんだよね。ややこしいね。p が一個あるかないかで。で、なんてお願いしたの？ Will you send the rescue team?そう、救助隊を送ってくれませんかってお願いしたんです。レスキューは日本語になってるよね、救助ね。はい、次せーの。The officers tried to drive up the mountain, but they could not see anything in the snowstorm. いわゆるホワイトアウトってやつじゃないかな。自分の手も見えないんだってね。あの、吹雪ですごすぎると。The officers, おまわりさんたちはね、トライしたんです。何するように ?to drive up the mountain. 山の上まで、まあ、ジープとか、警察のパトカーで登っていこうとしたの。なんで行けなかったの？そう、スノーストームで何にも見えなかったから。はい、次せーの。They tried to fly a helicopter, but the wind was too strong. これ覚えるとこ。彼らはまた何をしようとしたの？これが they tried to fly だけだったら自分が飛ぼうとしたんだよ。違うの。あ、ヘリコプター。ヘリコプターを飛ばそうとトライした、試みたんです。どうして飛べなかったの？そう、風が強すぎたんだよね。The wind was too strong. Who could help Meg and Fred?一体誰が助けられるというのだ。次せーの。Then Farmer Bob heard a howl. A wolf? howl はいいです、覚えなくって。遠吠え、吠え声。あうーんっていう音を聞いたんです。あ、狼かな？はい、次せーの。He cried. Wolf! It is Fred's dog!そう、本物のウォーフ、狼じゃなくて名前のウォーフだよね。フレッドのワンちゃんだ。フレッドの犬は、お母さんが狼で、お父さんが犬、狼犬だから。いるんだよ、本当にそういうのいっぱい。はい、次せーの。He's looking for Fred. 何 look for? そうだよね、探す。ウォーフはね、フレッド君を探しているところなの。せーの。Wolf can go up to the children in the snow.確かに、車は登れないし、ヘリコプターは飛べないけど、狼犬なら登っていけるよ、雪の中でも。せーの。Grandma Ann said, he can take sleeping bags and food. しかも救助犬はほら、背中にリュックサックを背負えるでしょ？はい、次、せーの。She put a bag on Wolf's back and hugged him.で、中にスリーピングバッグ、寝袋と食べ物を入れてね、そのカバンをウーフの背中に put on、つけてあげました。and hugged him. hug って何？ぎゅーって抱きしめてあげることよ。はい、次せーの。Farmer Bob said, go wolf, find Fred. Wolf began to run like a black lightning. はい、begin to なんだっけ？何々し始めるだよね。begin の昔が began。lightning は？なんか前やったね。グランパジョージのとこで。そう、稲妻。ウーフはまあ黒いというか灰色だから。真っ白な雪の中では黒い稲妻のように見えたんだろうね。黒い稲妻のように走り始めました。しかもものすごい勢いだから。はい、number four。ここは自分で読んでおき、あ、リックだけわからないかも。上から3行目にリックがありますね。舐めるっていうこと、ペロペロって。ワンちゃんってほら、好きな人のこと舐めてくれるでしょ。最後の文章2つ覚えるんだ。せーの。 The children followed Wolf to Sunny Town。 もちろん次の日明るくなってお天気になってからだよ。 Follow は？そう、ついていく。ウーフはちゃんと安全な道を案内してあげるからね。はい、次せーの。Wolf became the hero of the town。久しぶりにオブの
練習、復習です。The hero of the town ってどういうこと？そう、後ろからだよね。町のヒーロー。オブをつかないで町のヒーローって言える？ Good. The town's hero になるよね。はい、ではテストします。Number three. 過ごすとかお金を使う、費やす。P が入る方だよ。Spend。過去形は？spent。 じゃあ次、何々してくれませんか、丁寧に物を頼む言い方。未来形と一緒です。あなたたちレスキューチームを送ってくれませんか。Will you send the rescue team。 はい、彼らはヘリコプターを飛ばそうと試みました、トライしました。 OK。 They tried to fly a helicopter。しかし風が強すぎました。Right, but the wind was too strong. 彼はフレッドを探しているところなんだ。している最中だよ。Good, he's looking for Fred. はい、number four. 子供たちはウォーフについていきました。町まで、サニータウンまで。Okay, the children followed Wolf to Sunny Town. はい、ウォーフはまずヒーローになってしまったと言って、なったと言って、で、最後に町のをつけるんだよ。大丈夫？ Good job! Wolf became the hero of the town. オブが自分でもどんどん使えるようになるといいと思います。それではまた明日。バイ。